エドワード・ジョビー・マルセロ・ジュニアは、フィリピン・ケソン出身のレーシングドライバー。1991年のトヨタ・アトランティックシリーズチャンピオン。ドラッグカー、モトクロスレース等をしていた父を持つ。11歳の際、初めて、ゴーカーアートでレースに参加、キャリアをスタートさせる。アメリカの大学で勉学にも励んだ後、父の資金援助を受け、イギリスのジュニアフォーミュラーに参戦する。 1990年より、アメリカに舞い戻りとヨタアトランティックシリーズに参戦。参戦初年度より、マーク・ディスモアに次ぐランキング2位に食い込み、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得。さらに2年目の1991年には2勝を挙げ、ジミー・バッサーを4ポイント差で下し、チャンピオンを獲得した。FIA 公認の選手権において、フィリピン人がチャンピオンを獲得したのは、初めてのことだった。 1992年はカートに参戦。5月の時点で最高位14位と、差したる成績は残せていなかったが、インディアナポリスモータースピードウェイに乗り込み、フィリピン人として初のインディ500出場を目前にしていた。事故死しかし、マルセロは決勝を迎えることなく、生涯に幕を下ろすこととなった。5月15日の練習走行において、マルセロのマシンは、 1> 第1ターンでスピンを起こし、時速約280キロで正面からコンクリート壁に激突、第2ターンでようやく停止した。すぐに救出されたマルセロだったが、この際にコックピットの円にヘルメットを強打し、頭部、頸椎等に深刻な損傷を負っていた。ヘルメットのサイズが合っておらず、これが事故の際の損傷を大きくさせたとも言われている。結局、 意識不明のまま当日に死亡27歳だった。スピンの原因は左リアタイヤのパンクと言われている。これを痛みトヨタアトランティックシリーズには死後その名を冠したレースが設立された。ありがとうございます。